曲。これが今この状況、このここら辺じゃないですか、うんうんうん、これが、ああ無理。この感覚、こういうことでしょ。この肘のところから来るみたいな感じでしょ。そうそうそう、この感覚を覚えてほしいです。それを意識したすればいいだけの話だ。そうそうそうです。本当。こういうこんぐらいやっちゃって大丈夫です。それで多分ドロー出ます多分。多分こう振ってるのがもっと。そうですね。ダウンラインこうやって多分こう。こんな感じ、まあ、肘はいいんですけど、右肩より低く下ろしてほしいですよ、クラブを。でもこんな感じでしょイメージがこんな感じだよ。とりあえず右肩より低く下ろしてほしいです。でもそうっす、今ぐらい、今ぐらい、今ぐらいいいです。そんぐらいできたら全然いいです。なんかお腹でこうやって振ってるみたいですあ、いいですね。ここら辺からこう、クラブを通す。軌道はこうですよね。そうです、そうです。こういってこうですよ、ね、そうです。素振りでここを通すイメージです、極端に。ああ、いいですね、いいです。ああ、ドロースドロース。そんぐらい欲しいですね。そんぐらい欲しいですね。こんな感じだよ。はい。多分スイング変わったよ、うん、この動きがあるともっともっと違うボールが多分出る。ああ、いいですね、めっちゃいいです。いいっす。もうとにかく左に曲げてください。いいっす、めっちゃいいっす。左に曲がってる。それでいい。めっちゃいいっす。いや、いいっす。俺の部屋にある10キロってことですか。キャリーで150。いや、ドライバーで思いっきり150の方向に向かって10キロ打ちます。10キロ前。たのは傾向を見るんですね。トラックマンとかいうデータ計測器はこうやって全部の傾向が出るんで、はい、どういう特徴があるのかな。まずフェースアングルとの見ます。フェースの向きですね、うん、フェースアングルっていうのは、当たる時のフェースの向きです、うん、こういうふうに赤い線で出ます、うんうん、あ、打った時のフェースの向きを軌道で計算して赤い線で出てきます、はい、これはすごくうまく打ちましたね、うん、このフェースの向きが才能のある子、うん、ゴルフの上手な子はプラスマイナス1度以内に安定してます。今のはフェースが被ったんで 3.2 度フェースが被ったんでまっすぐ出てきたり、フェースを被らないようにしましょう。ちょっと遠寄りに当たったかもしれない。先っぽ寄りに当たったかもしれない。まだ 5.5、 まだアッパーブローがきついので、もっとレベルブローにしても方が安定すると思う。おい、出た。サヨナサさんもこれ使ってた。これで何回かこう手首をこう立てるような、こう、そうそうそう、この時にこう寝ないで、こう立てる。こう寝ちゃうと開いちゃう、はい、はい、こうやってやってる。こっちだ。このぐらいですか。こっちですか。バックちょっと軽めに軽めに打ってください。いいっすね。そんぐらいで打ちたいっすね、ボール打つときも。ボール打つときも。そう。おお、びっくりした。もう一回、そうね。スイングダイレクションが 4.0、 アタックアングルも随分改善されました。クラブの軌道がまっすぐになってフェースもまあまあ、まあ、曲がりもほとんどなく、うん、ナイスボール。実際飛んだボールが、まあ、キュー、うん、サンドインサイド 3.5 度、0度で、まあ、軽いフックなんだけど、ちょっと遠寄り当たったんで、まあ、6度軽いフックボール。そう、全然違う、手の位置全然まっすぐ入るんですよね。
ずいぶん下げる、ね、当たるときにここで当たってる気がするんですけど、そう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 、うん、いやこれはいきなりは、うん、そう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 、まあ、それをなんとかしたい、いやこれはりょうや直す、いきなり直んないよな、いやもうここも多分 2,3 年ぐらいかかってるんで、これすごい継続してやるしかないです。ダスティン・ジョーソンこれやってるんですか。いや左手の方がすごいんですよ、あの人が左手の甲の形が切れてますね。いけねえ。おお、ナイスショー。すげえ変わってきた。頭の位置？背骨の位置？バックスイングにします。ああ。左膝がすごい動いてる、うん。こう見ると。うん、腰ってここまで動くの早くないですか？腰ってここまで来るか？やっぱりさ、腰がさ、その場で回るじゃん、うん、膝が動いてんじゃないですか、右膝が。僕こう、新線を下ろしてもここから頭動かないし、腰がこうその場で回るじゃない、うん、あ確かにそう言われてみる。輪っかがはみ出しちゃってるから横に動きすぎですか。確かに横に滑りすぎてそんなに広くなくていい？もう少し狭くていいな。いや、いや、いいんじゃないですか。ボールの位置大丈夫ですか。はい、大丈夫。全然景色が変わった、うん、左でずれないよ。回る感じ、多分自然と回るんで、腰は。そう、腰はその場にこっちずらさないで、その場でくるっ。わかりました。だいぶこれでアッパーにもっとスクエアにこれで振ればいいと思いますよ。昨日だってすぐだ。だいぶいい。だいぶ動かなくなってきた。いいんじゃないですか。これ右の肩が落ちるからあかんね。あー確かに。これで右の肩を落とさずに回れます。だんだん厳しくなって。できる。今の分かるよ。差が出る。じゃあガクンってなってないし。ガクンってなってない気がしますけどね。うん、これ涼也の。これ最初の頃。ガクンってなってるから下がる。腰もすごくこれだと、うん、足の裾が狭い分で腰の動きが大きいですよね。もう少し広くして、うん、高いです、うん、この方がね、うんうん、この方が揺れが少ない、うん、こう膝がこうぐにゃぐにゃってならないかも。広めに